さきです。本日の動画ではですね、こちら最近もっぱら飛ばしている DJI アバター2のプロップウォッシュが起きるということで、プロップウォッシュどういう時に起きるかのテストしていきたいと思います。プロップウォッシュっていうのが、こいつが、まあ、プロペラ回って風が発生してるんですね。ですが、その風ですね、自分が出した風によって機体のバランスがこう崩れちゃったりとかっていうような現象なんで、例えばこういうあのダクトフレームがついてる機体、マイクロドローンとかもよくあるんですけど、でよく発生する、まあ、こういうグッて打ってこう降りてきて、こう体勢直した時に機体がガタガタってなっちゃったりとかするような現象をプロップウォッシュと言います。で、まあ、このアバター2もよくプロップウォッシュが起きるということなので、プロップウォッシュを起こしてどういう時に起きるかとか見ていきたいと思います。やっぱりあのどういう時にプロップウォッシュが起きるかっていうのが分かってないと、外飛ばしてても結構怖いんですね。こうダイブしようとしても、あ、この辺でもう機体縦にしとかないとそのままガタガタっていって落ちちゃうんじゃないかとかっていうのが結構心配なので、まあこういうですね、落としても拾いに行けそうなところでちょっと事前にテストして飛ばす時の塩梅ですねを少しでも掴めればと思います。もちろんあの多分風風速だったりとかによってもどういう時に起きるかっていうのは違うかと思うんですけど、まあやらないよりやってみておいた方がいいかなということでやっていきたいと思います。降りします。で、エンジンモード、で、プロップウォッシュが来るのが、あ、今出た、今出た。そこまで気にならないな。うん。うわ。
と飛ばしてみたんですが、プロップウォッシュ全然起きません。多分今カメラ角度10度ぐらいでやったんで、もしかしたらスピードついてないから、そんなあの風の巻き込みとかなくてプロップウォッシュ起きないかなと思ったので、ちょっと次、カメラ角度、まあ、35度ぐらいかなにして1回やっていきたいと思います。わーわーわーこれはめっちゃなる。あ、これ基本的に大丈夫だ。うわわ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 わ、カメラ角度、35度ぐらいかなにした結果、無事プロップウォッシュ起こりました。で、起こるパターンももう完全に理解しました。理解して、で、これですね、グーっていってくるんってなるとガクンってなるっていうことが分かりました。ちなみにグーっていかずにもうチョングルンだったら全然ならなくていいのと、あとダイブもここはならなかったです。本当にこうグーンでくるん、動い移動しながらくるんってなるところですね。で、プロップウォッシュ起こることが分かりました。はい、ということで、空撮するときはこのぐーっとスピード出しながら進んでターンするとこですねを、まあ、一番要注意事項としてちょっと気をつけて飛ばしていこうと思います。とりあえずなんかなんとなく傾向が分かってよかったです。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。あとですね、私実はアバター飛ばすときにゴーグルしてるとなんか目がめちゃくちゃしんどくて、ずっとなんでだろうと思ってたんですけど、今日分かったのが、なんか目がこのゴーグルのガラスにくっついてるそう、なんかこうつけると普通にまつげは常になんか当たってんなって感じだったんですけど、眼球も結構ゴーグルのこのガラスに当たってて、あ、痛い、なんか瞬きすると擦れるなって感じでした。で、まあ、あの、ショーはのっぺりしてるので、多分このおでこと目のラインがまっすぐなんで、ぶつかってんだろうなっていう感じだったんですけど、こちらもですね、この間に、これ、スポンジを入れることで、めちゃくちゃ快適に飛ばせるようになりました。あんまり効かないんですけど、もし私と同じように、なんかゴーグルしてて、すごい目乾くなっていう人がいたら、
多分眼球ガラスに当たってるので、ぜひスポンジ入れてみてください。めちゃくちゃ改善されます。